準備が良いな。たまたまあったのよ。ただ撮るって言ったのね、30分前から。そう、さっき決まったから。マジモンの当選よこれ。カロと並び称せられる当選ね。冬の扇ね、はい、川村の大きなね。川村の大きなというものの愛犬に伝聞過去なわけね、なるほどね、キリだからね。うん、なるほど、よし、はいはい、はい、OK ですね。はい、はい、では緊張しますね。はい、そう、緊張する、向こうも緊張する。あ、そうだね、古文っぽく読まれる。あ、まあ、いや、普通に読みます。僕は読みやすいよ、ね、山本かまなかまなかむだであろう、そうなるほどね。はい、水量もね、そうなるほどね、はい、頑張るよ、はい、よし。変換されないものを頭の中でぼんやり思い浮かべると強いっていうのね。なるほど、ね、電話とかはね、うん、もうその概念がなかったから昔は、うん、そうだね、絶対に変換されないはずだからね。昔は電話は何て言ってたんですか。昔電話はね、ございませんからね、うん、ね、ね、言葉伝え車何踏みでいいじゃん。確かに、そうございますね。ちょっと難しいですね、令和はね、はい、昔はないですね。そうとも言うかもしれませんね。はい、はい、そうでございます。うわー、でも惜しかった。で、あれ、今の全文読むと、はい、全部読みますと、地の電話に起きて接触版の何が面白いんだよ。まだそんな面白くないだろう。しかもそこまで一回読んでるし、何が面白い。乗り越えたのにね。はい、わかります。はい、問題文は、地の電話に起きて接触板の上に指とぐ払う操作を撫でる。撫でる。撫でる。何と言えば撫でるになる。なじょうかな。なじょう。なじょうかな。なじょうかな。なじょうですか。なじょうかな。なじょうかな。撫でるって書いてあったらなじょう。なじょう。おいおいおい、読めてないか。大丈夫、ね、大人の問題文読みますね、はい、スマートフォンにおいてタッチパネルの上で指を素早く払う操作を何という。解くね、解くね、解くね、はい、まあ、結構読みやすいですね。おいては起きてになるんだ、まあ、これちょっとね、ここはね、いいですね、コーパス拡大させていけ、そう、学びだね。次、起きてが来たらおいてだね。コーパスコーパスってなんですか、コーパスで体。語源でしょ。古文じゃねえんだよ、語源の話じゃないんだよ。語彙はあるんじゃないかな、語彙って言葉は。語彙？あ、でも確かに、ね、いっていう言葉はね、あ、ありそうだよ、うん、ハリネズミね、確かに。ないこ、ない感じできることないでしょ、あんまり。確かにね、まあ確かに、まあ確かに、そもそも昔の辞典にあのいっていう字使われてるし、うん、じゃあ、あるってことだよ。はい、語彙ですかね。語彙ですね、はい。何の紙だったっすか。はい、これで、これで0点、0点、1点となります。ゼロってあったんですか。いや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 、まあ今はね、現代ですから。急にゼロの概念はさすがにあった。あるあるある、古文が使えたところあった。それはあった。だって例かな、うん、まあ言うなら、ね、古代インドでね、発見されてますからね。和算、和算があったわけじゃん。あ、はい、それある、石高かった。江戸時代には絶対にある。あります。石高かずアピールしてきやがった。和さんの大会ですから、やっぱ縄文書いたら1年くらいに読まれてますからね。はい、和さんの大会ですから、僕も、はい、何ですか。石高かずですか。関高かずなんです。企画変えた方がいいです。じゃあもう石高かずに和さん解かせてみたんです。H1 求めてみた。石高かずに東大数学の問題解かせてみた。8K 妨害させてみた。そうですね、軽食臭いということでファストフードチェーンってことでしたね。なるほどね、うん、いや、そう呼ぼう、軽食臭いってこと。もう、異端扱いよ。あいつ何、あいつなんか急に。ファストフードチェーンとさ、軽食臭いだったら軽食臭いの方が文字短いよ。少しも節約した方がいいから、みんな皆さん使ってこい。もう、軽食臭いのめっちゃ言いにくい。くくって人間の声じゃないもん。軽食臭いね、確かに。軽食ぐさいでもいいですけどね。確かに、確かに、確かに。まあそれは自由ってこと。じゃあ自由ってこと。じゃあもうファストフード、まあ、自由でいいんだけど、多分これ使われないんだよ。いいんだよ、君の自由だよ。確かに使おうかな。使おう、使っちゃおう、もうどっかで使おう。もう目標として今年1年どっかで使おう。どっかで、だからどっかで使おう。急に来るよ、ね、急に言う。もう来年のお腹減ってきたねっつって。そう、軽食臭いじゃないですか。そうだから来年の5月ぐらいに言う。1年かないでと。じゃあもう絶対忘れる。
でこれ得意なやつ昔の人もないし、YouTuber な古文存在しないでしょ。YouTuber もう現代人しかできないから。YouTuber ってなんて言うんだ。YouTuber は動画弟子人。でも YouTube みたいな人じゃないか。いやだってさ、だってあなたの菅の人でしょ。そうか、あそっち菅直人。なおは関係ないじゃん。あの、くだに、直に出てくる人。あ、なるほど。あー、YouTube だね。そう。あー、なるほどね。YouTube、かんなおだったんだ。日本で来なきゃいけない。なんで怒られそう。怒られるよ。じゃあ、YouTuber はどうやって攻撃されるんだろう。YouTuber を入れても YouTuber です。あー、そうなんですね。無理なもん、無理なもん。無理なもん。いや、見たいけどね、紫式部とか YouTube やってる様子ね。はい、パープルラジオ。パープルラジオ。しかもその生配信だった。YouTube やるの。そう。絶対おすすめの若手俳優とか紹介してるよな。じゃあ今日はこのおちし者たちを実況していきます。ボールガイズね。おちし者たち、ボールガイズ。よくわかったね。はい、それでは参りましょう。はい、マーシャル・マクルーハンが正解、ね、マクルーハンは現代語でいいんですか、それは。もう答えはもう現代語で大丈夫でございますよ。試しに入れてみたらどうなるんですか、それは。もうこれはマーシャル・マクルーハンでしょうね。入れてみますね。はい、マーシャル・マクルーハン。そう、ハム太郎はどこ行ったの。ハム太郎はそこういう名刺だとかされなかったんで、あの坂東太郎みたいな感じで。そういうことよ。だからこうギリギリそのなんか固有名詞扱いされない固有名詞探すゲームをちょっと、ね、確かにね。まあいろいろね入れて試してみると面白い。ドナルド・トランプとか入れた時、ああ、どうなんかいいじゃん。トランプ、トランプ変化する、トランプ変化してどうなの。確かにドナルド・トランプね。ドナルド、あ、札、札でしょ。札、札かな。札、切り札だったね。これでちゃんとね全部出たらすごいですね。ドナルド・トランプはドナルド切り札です。おお、実質遊戯王じゃん。遊戯王。遊戯王、遊戯王。え、どういうこと。え、どういうこと。ディエマか。ディエマだ。ディエマか。普通に間違った。切り札勝負ね。それはディエマか。小林由美子さんが声優をやってることでしたよね。はい、はい、で、間違いが多いの今日。全員で何人ということで7人が正解でした。その若手ベテランベテランになってるところがその2回にその古文にするのが難しかったから。問題ですね。頑張りが見えよ。よくお気づきで。まああとあのちょっとね2泊とかもあったんですけどね。2泊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 トゥーホワイト2泊なんだ2泊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 、まあ、ハクタケシでもいいんですよね。ビートタケシ2ビートかないです。あとね、もうね、なるほど、ハクちょっと面白いね、2ビート2泊、ね、ちょっと難しいな、2泊が難しい、2泊2泊、はい。